はい、皆さんこんばんは。5月18日のサッカーキングハーフタイムでございます。本日は、長谷川優選手、そして松原浩選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、ちょっとね、新鮮な形でゲストを2人にそれぞれご出演いただくという形ですけど、長谷川選手は現在どこにいらっしゃいますか？今僕はオーストラリアのシドニーにいます。はい、はい。今シーズンから、ウーロンゴンオリンピック FC に在籍中ということで、今、はい、オーストラリアから。でも時差は1時間ぐらいですよね、日本とは。そうですね、1時間こっちの方が早いような状態です。はい、はい。そして松原選手は、シントドルイデン所属ですけども、現在は、はい、まあ、一時帰国中ということですよね。そうですね、はい、帰国してます。まあ、いろいろメディア活動とかも見させていただいてて、はい。まあ、ちょっと今厳しい、いろいろ大変な状況だと思いますが、今日二人ともご出演いただいてありがとうございます。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。まずちょっとお二人の、まあ、このなんですか、この関係性というか、ちょっとっていうところからちょっとお話ししていきたいんですけども、お二人がまずちょっとこうやって面と向かって喋るのは結構久しぶりですか？かなり久しぶりですね、うん。まあ、だけど結構バスとかも隣だったんで、いろいろ話す機会っていうのは、まあ、あった方ではないんじゃないかなとは俺は思ってます。うん、ということですが、長谷川選手。そうですね。まあ、移籍する最後一緒にボール蹴って、はいはい。引っ越しの時、直前にボール蹴って、っていうからですよね。全然話はしてなかったけど。そうですね。そうですね。2年半一緒にプレーして。はい。はい。まあ、エスパルスでは2016年か18年ですかね。まあ、約2年半一緒にプレーされたということで。はい、どうですか、こうやって2人で、まあ僕も一応 MC でいますけど、番組をやるっていう経験もなかなかないんじゃないかなと思うんですけど。本当に俺とこうが一緒にやるなんてね。まあなかなか、でも、珍しい、うん、なんか2人じゃないですかね、これは。うん、ですし、まあ、それこそ、ね、松原選手、本来であれば、まあ、ベルギーに今いらっしゃったり、まあ、長谷川選手もオーストラリアですけど、まあ、ちょっと逆にこういう時代だからこそ、ちょっとできる組み合わせと配信なのかなというふうに思っております。はい、し、まあ、あと、お二人はね、タイトルにもありますけども、まあ、今シーズン、から、まあ、2020年から新たな挑戦ということで、まあ、海外でプレーしていらっしゃるということで、ちょっとその辺をお聞きしていきたいなというふうに思っております。はい。コメントも今日たくさん来ておりまして、まあ、お二人も見ていると思うので、質問とかあれば、随時拾っていければなというふうに思っております。まあ、ちょっと最後に質問タイムというか、コメントコーナーもできればなと思っておりますので、ぜひちょっとお二人なんか聞きたいこととかあれば、ぜひその際に、コメントしていただければと思います。コメントでも長谷川選手、山形から応援していますとか、いろいろ来てますけど。本当ですか？ありがとうございます。はい、まあ、それこそ J クラブだと、8クラブですか？そうですね。なので。8クラブ貸してもらったんで、本当に。8クラブすごいっすよ。なのでね、たくさん多分サポーターが、いろんなクラブのサポーターも、今の長谷川選手の、ね、活躍を、まあ、さらにね、新天地で期待してると思いますし。はい、この方は山形サポーターですかね。はい。で、活躍。まあ、あと、ツイッターとかでもエスパルスのサポーターから、たくさんコメントも来てましたので、はい、また後でね、ちょっとコメント拾っていければと思います。あ、柏からも応援してますとか、徳島からも応援してますとか、たくさん来てます、コメントが。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、ちょっとお二人の関係性、ちょっと若干触れちゃったんですけども、ちょっと僕の調べたところによるとですね、テレビ静岡のロコエスパルスという番組で2017年これお二人で、はい、出てるのをちょっと発見したんですけど。ああ、懐かしいですね。これ覚えてます？はい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 、覚えてます。これちょっと地域的に僕はすみません見れないので、うん、ちょっとその時は二人でまあいろいろトークしたりみたいな感じですか、番組的には。そうですね、二人で出たような。はいはい。このお二人のなんですか、この組み合わせみたいなところは、これはなんか番組サイドのなんですか、この意図的なところあったんですかね。
やっぱ長谷川選手と松原選手が仲いいっていうのは知っててみたいなことですかね。どういう意図があったんですかね。いや、あの時はなんか俺がもう俺いたんですけど、ほとんど怪我多くて最初。あ、はい、で支配 やっと1年半ぐらいだって出始めて、でその時やっぱこうも、僕は多分そういう枠だったけど、こうはすごいシーズン通して調子良くて、ね、フルで出てたのかな、夏ぐらいだったかな、はいはいはい、期待の若手みたいな感じだったもんね。うん、17年っていうことは、松原選手はプロ何年目ですかね、17年だと。2年目ですかね。2年目ですかね。はい。はいはい。で、まあ、お二人、さっき、まあ、ちょっとお話ししたんですけど、年齢的には9個差っていうことですけど、ね、結構離れてはいらっしゃいますけど、まあ、それこそバスが隣だったって話もね、ありますけど、はい、なんかその、なんか仲良くなったというか、まあ、その長谷川選手、まあ、慕うみたいな感じかもしれないですけど、なんかきっかけとかってあったんですか。まあ、慕われてはないんですけど、まあ、あの、みんな仲良かったし、結構あんまり年、あんま関係ないんで、僕も。うん。うん、まあ、普通に仲、みんな仲良かった中で、まあ、普通に、なんか、ゆうくんも気軽に喋りかけてくれてたし、そういった面では、なんか、すんなり、うん、結構すん、溶け込んでたんじゃないですか、ゆうくん。俺？はい。うん。まあ、最後の方はね、なんかでもゆうくん自分でなんか友達いないみたいな、うん、最初はでも結構みんな仲良かったっすよね、ゆうくん仲良かった、うん、ですよね、うん、まあ最初はね俺の場合元気がいたからああはいはいはい、うん、で長谷川選手は夏に加入してるんですよね、エスパルスには。そうなんですよね、途中から。まあ、本当に移籍多いからなんですけど、夏の移籍は本当に難しいなっていうのはすごい思いますけどね、うん、やっぱりそれは途中からなんすか、この溶け込んでいく難しさみたいなところってやっぱり私、ある程度できてる状態っていうのもあるし、うん、言うたらもともといる選手の中に入るんで、うん、同じ選手のポジションの選手とかからしてもちょっとやっぱライバル心もあるだろうし、はい、自分もちゃんとプレーで見せないとやっぱり仲間に入れないんじゃないかっていうのもやっぱりあるし、うん、逆に言えばしっかりプレーで見せればすんなり入れるし、はい、まあ本当にチームの結果というか流れっていうのがやっぱシーズンとしてあるのがちょっとそこにすんなり入れるっていうのもまあ一個の才能っていうか、うん、だからまあ結局フォワードとかセンターバックとかっていうところが夏の移籍とか多いんだと思うんですけど、はい、うん、で、まあ、約2年半ですかね、共にプレーされたと。なんか清水時代の、はい、まあ、思い出とかって何かあります？お二人ならではのというか。思い出なんか印象に残ってることとかあります？いや、ないんですけど、やっぱ19歳だったんで、こうって、うん。でもなんかすごい、なんて言うんだろう、僕の中では久々に見る感じの結構やっぱ貪欲っていうか欲がある選手だったんで、良くも悪くもすごいガツガツしてたし、だんだんあの若い頃じゃないですけど、やっぱこういうの大切だなって思うこともあるし、まあ、自分のことコントロールしきれない時もあれば、うまくコントロールしたらすごいいいプレーする時もあるし、なんかそういうなんかもう本当気になる選手っていうか、どうなんのかなとか、本当に当たり前のように海外とかっていうのも目標に挙げれるっていうか、俺なかなかそういうのできなかったんで、まあ、そういう意味ではすごいなんか、こうって面白いなとは思ってたんですけど。うん。うん。ということですけど。そうなんですね。うん、ではまあ、ゆうくんが入ってきたときは、まあ自分も結構、まあもう3年前ぐらいで、なんか、今思えばなんであんなことしてたんだろうっていう、まあなんか気持ちを抑えれなかった時とか、なんかそういうのもある自分だったなっていうような感じですね。うん、まあだけどなんかゆうくんも人に優しく声かけてくれてたっていう、
まあ印象はありますね。いろいろと。まあそういう信頼関係がね、お二人もあるっていうのは見て取れましたけど。うん、まあちょっと、今季から、まあ、清水で共にプレーされて、まあ、長谷川選手はその後 J リーグのクラブ、いろいろ渡り歩かれましたけど、まあ、松原選手も長谷川選手も今年から、海外挑戦ということで、ちょっとその辺の話を、まあ、ピッチ内外でちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけども、まあ、ちょっと話でも、ありましたけど、もともと松原選手のこの海外欲みたいなところはあったんですか？そうですね、まあもうずっとプロになる前から海外行って普通に活躍してっていうのを目標としてやってたんで、まあ、特にエスパー入ってから試合出れなくても、まあ、そうやって思ってやってたんで、自分の中ではまだここからまあ上がっていくしかないっていう気持ちでしかないですね、うん、ちょっとインタビュー読んだんですけど、もうこれがラストチャンスだと思ったっていうね発言もあったんですけど、まあ、年齢的に考えたらまだ若い方なのにっていう多分一般的には思ってしまうと思うんですけど、まあ、それぐらい、ちょっと全然若くないですね、うん、あっちはそういうもう10代とかで世界から才能あるやつがゴロゴロやってくるんで、でまあ自分がステップアップしたい気持ちで、まあ、死ぬ気でやってるんで、うん、まあ、そういった中では全然若くないというか、はい、まあ、自分ももう今年海外行けなかったら、ちょっと違うプランでこうやっていこうかなっていう感じだったんで、うん、まあ、その中でオファーもらえたんで、よかったですね。はい、長谷川選手は、まあ、J リーグで14年ですか、まあ、戦ってきての、まあ、初の海外、まあ、J リーグ以外のところでプレーするっていうことになりましたけど、どうですか、その海外でプレーするっていうのは、なんかプロになった時とかって思い描いたりしました？うん、そうですね。やっぱり小さい時から海外ってやっぱ憧れてたんだなっていう感じをやっぱ最近ふつふつと感じてたんで、まあなんか長くやってればやってるほどなんかそういうことを忘れがちだっていうか、まあいろいろこう最近自分のことを知るようなことやってるうちにだんだんそういう風になってきて、ああなんかやっぱ行きたかったなっていうのは来てみてすごい感じてますけど、うん、まあ、その中でまあ昨シーズン限りでビファレ長崎をまあ契約満了という形で退団して、で現在はオーストラリアのウーロンゴンオリンピック FC ですか、お名前はにまあ新天地を求めたと。ちょっとは多分日本のまあどうしても報道とかだとなかなかウーロンゴンオリンピック FC のこと知らない方も多いと思うので、ちょっとどんなクラブかっていうところをちょっと説明いただけますか。そうですね、なんかまず説明するってなるとちょっとまあ難しいんですけど、日本みたいに全てがピラミッド型になってないんですよ、ここの国のリーグって。おなんでトップリーグは A リーグ、みんな知ってると思うけど A リーグがあって、それがもう一部、その一部しかないんですけど、まあその次に NPL っていうリーグがあって、まあそれをまた交わらないんですけど、まあそこの NPL っていうリーグが、まあ一応二部相当って言われてますけど、その NPL っていうリーグは1、2、3、4あって、で、またその他に、そのもう一個他に、またリーグがあるんですけど、そのうちのウーロンゴン州っていう、ウーロンゴン州じゃないか、ウーロンゴンっていう町にあるリーグがあって、そこに僕がいるんですけど、ここはウーロンゴンオリンピックっていうリーグであって、うん、そこら辺の選手は入れ替わりは結構あるんですけど、そこもまあどんだけ勝ってもその NPL に行くこともないし落ちることもないしっていうような感じでやっていて、まあその、まあ、なんですか、州県内でのリーグ戦みたいなイメージですか。まあに日本的に言えばそうなんじゃないですかね。まあ関東とかそういう感じですかね、はい、うん、なるほど。なかなかね、多分そういう情報、まあ A リーグってやっぱり、まあ、ACL とかの対戦したりすることあるので、うん、知ってる方多いと思うんですけど、なかなかこのまあ言うたら地域リーグと言っていいんですかね、うん、だとね、なかなか知らない方多いと思うので、地域リーグという使いでも多分そういうイメージだと思いますね、うん、はい。で、まあ加入に際してはちょっと田代選手の存在がちょっとあったっていうふうにお聞きしたんですけど、うん、そうですね、雄三君がその NPL ってワンのところで優勝、プレーしてて2年間。で、去年はコーチをやって優勝してるんですけど、僕は山形の時に1年間一緒にプレーして、
やっぱり、まあ、自分もいろいろ考えて、まあ、この年で、まあ、満了になって、どうやって生きようかなって考えたんですけど、まあ、ゆずくにそういうようなことで連絡したら、チームとかも紹介してもらったし、まあ、やっぱり、とりあえず、ちょっと様子もわかんなかったんで、オーストラリアに行って、練習でも参加 してみてもいいですかみたいな感じで行ったんですけど、やっぱり、まあ、プレーもそうなんですけど、まあ、何よりやっぱゆずくんはこっちに来て永住取って生活してて、やっぱりなんかすごい生き生き生きてるような感じとか、すごいやっぱり肌に取るように分かって、なんか そういう感じとか、まあローカルリーグすぎるんで、もう一個一個自分でやるっていうところとかも、なんか初めて自分で選択してるような気がして、なんかすごい楽しくて、なんならその一緒にやってたチームメイトの選手が僕の隣で契約やってくれるみたいな。ああ、なるほど、なるほど。なんかそういう経験とか一個一個やってるうちに、なんか本当にこういうのってやりたい、なんか自分の中でいいなっていうか、なんかどうしても J リーグっていいんですけど、いつの間にかずっと待ってるみたいな、オファー来るの待ってて、監督に使われるの待っててみたいな感じで、で、チームなかったらどうしようって不安になってっていうような感じでやってたのが、なんかちょっと明るく開けた気がして、うん、まあまあ、サッカーやめることすらも考えたんですけど、まあこういうような選択して、海外で生活したいなって、すごく思ったんで。なるほど。はい。確かにそうですね、待ってる状態だったけど、まあ自分で一歩踏み出したみたいな。イメージですかね、やっぱオーストラリア新天地というか。うん、そうですね、うん、まあ自分で練習参加とかないじゃないですか、まあ基本的に J リーグでも10年もやってたらなんか練習参加してテストを受けて受かるとかもないし、そうですね、そういうのとか契約とかもどうするって自分で言うとか、うん、まあそうですよね、はい、はい、でお二人とまあ1月の上旬ぐらいにまあ契約発表して、で、まあ、実際に渡ってっていう感じですけど、このお二人のこの移籍のニュースとかは、見た時の印象とかあります？シントトレで行くんだとか、オーストラリアで行くんだみたいなのって覚えてたりします？僕は、まあ、そのゆうくんが、まあ、結構 SNS で発信してくれてたんで、まあ、わかるじゃないですか。その、はい、長崎にいて、これからどうなるんだろうと思ってて、まあそれで、そっからオーストラリア行くんだと思って、でもそこでまあなんか新たな挑戦というか、そのなんかいろいろ面白いこととか、こう自分がその今までサッカー選手としてこうやってこれなかったこととかで、なんかいろいろ幅広くやるんだろうなと思ってたんで、なんかすごいそれはそれで面白そうだなっていう気はしてましたね、うん、僕は、はい、長谷川選手、松原選手のこのシントトロイデン移籍の時って覚えてます？なんかニュースとか見たりしました？ああ、いや、僕行く直前に、まあ、僕実家も山梨なんで、はい、清水寄ったりとかしてたんですけど、シーズンオフで、まあ、その時なんかこうなんか行くらしいよみたいな噂っていうか、選手たちの中で、はい、そんな話してたんで、なんかこうやっぱ行くんだなみたいな感じでしたね。なるほど。はい。で、まあ、ちょっと実際に渡って、まあ、ちょっと今ね、状況的にはちょっと厳しいというか、まあ、ちょっとね、想定外のところもあったと思うんですけど、まあ、松原選手、まずシントトロイデン、ね、日本人選手がまあすでにたくさんいるっていうところで、まあ、結構ね、日本でも名の知れたクラブですけど、どうですか、この3選手、伊藤選手、ユーマ選手、シュミット選手と、もともとなんか進行とかってあったりしました？いや、誰ともなかったですね。対戦はちょっとしたぐらいの、まあ、ユーマ選手だとそうなのかな、シュミット選手も。そうですね、ユーマとダン君とかは、まあ、対戦はしてましたね。まあ、ユーマとか結構、なんか、試合中喧嘩したりとかもしてました。まあ、ポジション的にもね、そのストライカーとサイドバックというか、まあ、ディフェンスの選手だと結構バチバチやり合うみたいなのもあったんですかね。はい。で、まあ、やっぱりその4選手の存在っていうのはどうですか？実際に初めてベルギーに行って、まあ、お家とか決めたり練習とか行ったりっていう時の、まあ、やっぱこの溶け込む
ていうところに関して言うと、ね、同じ日本語を喋る選手がいるっていうのは、ね、一つ、まあ、メリットだと思うんですけど。そうですね、そのなんかチーム、いろんな国の制限ないんで、いろんな国の人たちがいるんで、うん、なんか語圏で集まるんですよ、結構。あ、はい、まあ、仲いいグループっていうか、うん、まあ、そういうのがやっぱ、日本人だったら結構日本人で、みんなでなんかまあ、話せる仲間がいるっていうのは、うん、やっぱ気持ち的にも、すごい、いないよりは、本当助かってるなっていうふうに思いますね。ちなみに、シントトロイデンはだいたい何カ国ぐらいの選手で構成されてますか？何カ国？でも10カ国とか、それぐらい。10カ国ぐらいいるんじゃないですか、うん、そんないんの？結構いますよ。アフリカの中でも4カ国とか。はい。で、まあヨーロッパとか、まあ南米だったらブラジルもアルゼンチンもいるし、っていう感じですね。うん、こういうめちゃくちゃいます。そのアフリカ、うん、アフリカ人だったらフランス語を喋るんで、はいはい。だから、フランス語圏の、なんか、喋れる仲間となんか仲良かったりとか、うん、うん、そんな感じですね。韓国人もいるから、あ、そうですね。そういう選手、はい。だけどあいつはずっとスペイン育ちなんで、スペイン語ペラペラで、はい、だからアルゼンチンのやつらと一緒にいますね。ああ、そうなんですね、うん。チームの公用語はやっぱ英語ですか？監督がそれこそオーストラリア人なんで、あ、なるほど。はい、メルボンビクトリー A リーグのやってた人が今監督なんで英語っすね、うん、はい。まあオーストラリアは、まあ、公用語は英語ですけど、長谷川選手、まあ、最初になんですか、この馴染んでいくというところではどうでした？うん、でも本当になんか長くプレーやってたもそうだったんですけど、移籍も多かったんで、本当に一発目の練習試合で点取れたんで、はい、あ、もうそれで大丈夫っていう。なるほど。もうそこでコミュニケーションというよりかは、はい、まあ、自分の存在を見せたというか、はい、そうですね、うん、まあなんか移籍した時はやっぱり一番早いなってもう中学校ぐらいから思ってたんで、なんか代表行くとかって言われた時に、うん、はい、それはなんか意識してたんですけど、本当にいい感じで点取ったりとかしてたんで、うん、まあ、リーグのレベルとかっていうのもあるけど、まあ、最初俺誰みたいな感じじゃないですか、あっちからしても。まあ、そうなりますよね。で、なんかプレー始まったら、なんか、おーみたいな感じになってきちゃって、J リーグでやってたのみたいな感じになっちゃって。そう。で、まあ、本当に、まあ、なんていうんですかね、ちょっと J リーグと違う感じのは、やっぱ外国人というか、もうみんな、僕とかに対しても、もうわかん、言葉とかわかんないですけども、すげえなんか、仲間に入れようとしてくれるんで、うん、フレンドリーで。うん、飯行くかみたいな。おぉ。とか、すごい、はい。そういうのはフレンドリーで。そういうのとか、まあ違いがあったりとか、最初はそういうので結構馴染めたり、まあ日本にいる時からも外国籍の選手結構仲良かったというか、あんま抵抗なかったんで、うん、まあそういうのでは自分はストレスも変えてないけど、まあ言葉はわかんないんで、うん、まあ今からちょっとずつっていう感じですかね。勉強してって感じですかね。そうですね、はい、まあ、ほぼそれメインですね、もう。なるほど、うん。で、松原選手、最初のトレーニングの時の写真がツイッターとインスタグラム載ってたの見たんですけど、あれは、はい、足首ね、写真撮って、なんかちょっと、あ、はいはいはい、あれはスパイク入ったみたいなことですか、はい、そうですね、まあ、あっち、結構芝も日本みたいに綺麗じゃないし、練習場との芝とかも。なんで、もう結構みんな、取り替え式の、ソールでやるんですよ。鉄、はい、の、まあ、ポイントで。それでガンガンもうスネアってはめずに削り合うから。ああ、実戦とかでスネアってつけるとか前にもう結構バチバチで最初からやるみたいなイメージですか？なんか、そのシントトロイデンは今のチームなんかスネアってつけるっていうなんか、あれがなくて。あ、そうなんですね。はい。で、みんなトレーニングやってるんで、まあでも初めてスネアテつけて練習したいと思いましたね。ああ、やっぱりちょっとそれはちょっと洗礼じゃないですけど、やっぱちょっと最初びっくりしたところでありましたか？
そうですね、もう練習強度っていうか、なんかもう、それ J リーグっていうか、まあ自分はエスパルスでしかやったことないんですけど、まあエスパの、の練習強度とも全然違うんで、うん、もうみんなもうガンガン削るし、もう喧嘩もするし、すごいんで、だからそこはやっぱ違いますね、全然。まあ、結構ね、海外挑戦する日本人選手、まあね、練習からガツガツでみたいな話はよく聞きますけど、ちょっとそういう、なんすか、予想以上でした。やっぱり自分で体感して。そうですね、そんなに削り組みな、ボール回しとかでも。はい。なんか、そんな感じじゃない。でも、テスさんが、そのヨーロッパでやってたんで、そのよくテスさんが球際とか、本当、はい、うるさかったじゃないですか、ハスさん。もう、テスさん。うん、なんか球際とか行かなかったらすげえ怒ってたじゃないですか。うん、だけどそれってあんまり若手とかに響いてなかったじゃないですか、ぶっちゃけ。うん、なんか、そうだったの？それでプレー変わる、変わっ、え？そうだったの？いや、俺は結構響いてたっすよ。結構 元から球際とかもマジで負けたくないタイプだったんで。うん、なんかその、今のやつらとかも、あんまりこいつら響いてんのかなっていう風な感じだったんですけど、だけどなんか、そうやって言う理由が分かったっす。それがスタンダードっていうか、うん、もう、ほんと、J リーグってほんとこんなに、こんな環境でやってて世界でやっぱ戦えないと思いました、あっち行って。うん、俺は。そういうとこからなんかもう、強度を上げていかないと。はい、まあ、テスさんの言ってることすごい分かりましたね。はい。長谷川選手、練習とかっていうのはどうですか？このやっぱり日本と違うところってあったりします？僕ですか？僕のリーグですか？あ、はい。まあ、ちょっとね、環境とか、また松原選手の今の話ちょっと違うと思いますけど。そうですね。別に、うん、そんなに、何がっていうか、うん、まあ強度も違えば練習の感じもないし、ああ J リーグとどうかとかそんなこうみたいに違いがどうかっていうほどでもないんですけど、はい、まあ、レベルもそんなにどうかなっていう感じもあるし、うん、自分自身も結構マイペースなんで、うん、ある程度そんなそういうところはあんまり気にならないんでね。なるほど。特に、はい、まだやっぱり、ね、一番最初にやっぱ点取れたっていうのは大きかったんですかね、やっぱり。そこを含めて、うん、まあ、そうですね。まあ、オーストラリアの中でも、うちのチーム、一応他のチームも参加したんですけど、まあなんかパスとかも結構大きくて、ちょっとまあ、そんなクイックに動かないような選手が多いんですよ。なんかイギリスのなんかまあ植民地だったのもあって、サッカー的にもそういうスタイルが多いですね、はい、やっぱオーストラリアだと。ちょっとまあ、うん、ブロック作って、ちょっとロングボール使うとかも多いんですけど、はい、チュチュも割とポジションしてみたりとかしてて、うん、うん、もうそういうところはなんかこういうリーグでもきちんとそういうのとか求めるとかあるんだなって思いながらやってますけど、うん、なるほど、はい、うーん、で、まあ今シーズンと言っていいのかちょっともうね、ちょっと微妙なところではありますけど、ベルギーリーグは、うん、まあ終了、まあ政府の決定でまあちょっと終了せざるを得ないみたいな感じですね、はい、シーズンとしてはもう終わったんじゃないですかね。まあそうですね、4月31日までな、はい、もうスポーツ関連のイベント、まあ、サッカー含めできないっていう判断になったと、はい、でそんな中で、まあ、松原選手、まあ、実質 2,3 ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、公式戦、まあ、リーグ戦にも1試合1勝しましたけど、いかがでした？まあ、ちょっとね短い期間でありましたけど。いや、まあそうですね、1試合出れたことはかなり大きかったですね、うん、でもそこの経験っていうのはすごい自分の中で今、サッカーに対する価値観とか変わってるんで、うん、変わったんで、そこで。本当、こんなできないんだっていうか、なんか本当になんかもう挫折というか、こんな、でも逆に言ったらここで普通に自分の特徴を出してできるようになったらもう、その自分の可能性っていうのはまたどんどん広がってくるなって感じで、うん、まあ、すごいやりがい感じたで、なんか、でもその中で、まあ中止になっちゃって、ちょっと残念ですけどね、うん。一番の気づきはどんなところにありましたか？いやまあ、
構スピード感がまず違うんで、そのサッカーの。まあ、相手も速いし、どんどん仕掛けてくるし、相手のサイドハーフとかも。まあ、そういうのは日本であんまりそんなになかったんで、なんか、仕掛けてくる選手がいても、センターバックがカバーしてくれて、こう、2枚で守備したりとか。だからあっちはもうそこでお前がクロス上げさせるか、止めてくれるかっていうところなんで、そこで評価されるんで、本当1対1の場面っていうのはすごい出てくるし、そこで負ければ評価下がるし、そこで止めてくれればみんな認めてくれるし、うん、なんかもう本当シンプルな感じですね。逆にそれ面白いっていうか、うん、で長谷川選手は開幕のタイミングで中延期になってしまったってことですよね。さっきもちょっとお話聞いたんですけど。そうですね、はい、こちらもコロナが出た次の週にが僕は開幕戦だったんですけど、まあ、コロナ出ても次の週にはもう 全スポーツの活動を停止するっていう発表になったんで、はい、まあ、試合もしないで今ここにいるって感じですけど、うん、ちなみにオーストラリアって、まあ、日本にいるとなんですけど、結構そのなんですかコロナの話題とかは結構イタリアとかスペインとか、まあ、欧州とか、まあ、中国とか多いので、うん、オーストラリアってなかなか、ね、あのニュースとかで出てこないんですけど、名前的には現状的にはどんな感じですか？まあ、すぐですね、本当にすぐ、まあ、政府が発表して2人以上の外出、外での集まりを禁止とか、まあ、ソーシャルディスタンスとか、まあ、店はスーパーと、まあ、レストランがテイクアウェイのみで、で、まあ、それができなかった場合は罰金が1100ドル取られるという状況で、ただね、まあ、スポーツに寛大な国でエクササイズは OK なので、まあ、公園とかソーシャルディスタンスで歩いてるとか走ったりするのは OK みたいな感じなんで、まあ、トレーニングは、まあ、できてたりとかそういうのはあるんですけど、まあ、その徹底ぶりがすごかったんで、うん、まあ、割と早めにまあ、落ち着いてきて、先週から1回落ち着いて10人まで集まりが OK とか店もちょっとずつ空いてきてっていうような状態で、まあ、あとはやっぱ保証とかそういうのはかなり現金として発生してるなっていうのは、まあそういうのを感じてますけどね、うん、違い的には。まあちょっとその契約のお話なんですけど、その、まあ、現状というか、そのウーロンゴンオリンピックとはどういうなんか契約形態というか、そういうことをプロ選手としてサインしたっていう感じですか？まあそうですね、プロとして、うん、まあこっちの、まあ、あの家賃とかもそうだし、はい、普通の職業もそうなんですけど、もう週払いなんで、うん、で、まあ、あの1週間いくらみたいな感じなんですけど、試合と練習出ていくらみたいな感じで出るんで、うん、試合も消化できてないんで、まあ、サラリーはまだ1円も発生してないし、まあ、今回のでまあ資金も減るんだろうから、まあ、どうなるかなっていう感じはあるんですけど。週払いっていうのはなかなかね、日本とかにいるとあまり聞かないというか、うん、そうですね。まあだから本当にさっきのコーの話じゃないですけど、固定概念ってみんなすごいあるなと思ってて、特に日本にいると。だから家賃って月で払うんだよ、給料って月でもらうんだよっていうちょっとしたこともそうだし、練習中すね当てするんだよしないんだよとか、ここ普通は練習で削らないでしょみたいな、なんか日本人のやつもあるけど、あったりとか、なんかそういう固定概念ってすごい自分の中で、なんか長くやってればやってるほどなんか出てきちゃってるなと思ってたんで、なんか海外に一つ、まあ環境変えるってだけでもね、まあそういうカルチャーショックが起きて自分の成長につながるなと思ってて、うん、なんでまあ本当にこうなんか本当にその環境がパッて変わるだけで、今までの自分が本当にできてたものができてなかったのか、意外とか本当にこれって自分の武器なんだろうかなってすげえ肌に取るように分かってるだろうから、なんかそういうのってすげえ海外にいる面白さかなって最近来てめっちゃ思いますけどね、うんうん。まあ、松原さん、ちょっと時間は短かったですけど、この 2,3 ヶ月のやっぱりこの意義というか意味っていうのはやっぱ感じてらっしゃいますか？いやー、もう全然違いますね。その、まあ、自分もその日本にいてエスパーでずっとやってエスパーのことしか知らなかったし、日本のサッカーしか知らなかったんで、まあ、あっちに行って、まあ、プライベートもそうですけど、その生活だったり、やっぱそういうのも全然違うんで、
だから、本当に一日も無駄にできないというか、本当なんかその一日でなんかまあサッカーもそう、サッカーの技術だったり発見だったりそういうのもすごい新しいことが発見できるし、その生活とかでも日本とは全然違うこうまあ人間の人間性っていうかあっちの文化とかそういうの違うんで、すごい、あ、こういう風にやるんだとか、なんか本当それが面白いですよね。うん、まあ新たな気づきがいろいろ、まあね、短い期間だったけどあったと、はい、はい、いうとこですかね。はい、まあ、ちょっとあとピッチ外の、まあ、生活とかそういうところも話していきたいんですけど、ちょっと写真をいただいているので写真を見ながらちょっと見ていきたいと思います。じゃあまず松原選手からいきましょうか。はい、送りいただいた写真、じゃあちょっと1枚ずつ見ていきますので、はい、これいきなり、これは何ですか、サラダですかね。そうですね、エビですかこれは。はい、まあ自分がその行って2週間チーム練習できないってなって、合流できないってなって、まあ、あっちの寮に行ったんですけど、飯もないんで、だから自分で飯もなんかどっか、誰もその助けとかなかったんで、その日本人選手ともまだ会ってなかったから、だからもうどうしようかなっていきなり言って、それで英語も喋れないし、なんかもう自分で行動して飯食わなきゃ死んじゃうって感じだったんで、なんでだからまあ自分で街中行って何も分かんないけど、とりあえず適当に店入って、でまあ見てこれ良さそうかなっていう風な感じで頼んだのがこれで、でこれがめちゃくちゃうまかったんですよ。あ、そう、エビのサラダみたいな感じですかね、はい、イメージ的には。はい、まあ自分もエビ好きだったんで、本当結構ドンピシャで、はいはい、でそっからずっとそこほぼ行ってて、うん、まあそれでなんか店長みたいな人もなんかサービスでなんか出してくれたりとか、俺一人なんかそういうのもすごい自分で行動してなんかやってみるのもすごい面白いなっていうか、うん、全く違う地に行って誰もいなくてみたいな、はい、確かにそういう経験はなかなかないですもんね。そうですね。でちょっと食事の写真もう一枚あるので、はい、これは、はい、そうですね、これはお肉ですね。まあユーマと行ったのかな。あー、ユーマと行って、はい、でまあ結構新トトドイデンの町の中になんか結構選手がみんな行くステーキ屋があるからって言って誘ってくれて、で行った時の写真ですね。じゃあこれ撮影もこれユーマ選手ですか。あ、そうですね、はい、これはお肉ですかね。そうですね、ステーキですね。食文化的にはどうなんですか、ベルギーの特徴みたいなってあります。ベルギーはその炭水化物、まあ日本だったらご飯とかがポテトなんですよ、じゃがいもっていうか、はいはい、それからなんかフライドポテトかマッシュポテトかなんかハッシュドポテト選ぶみたいな、うん、なるほど、感じなんで、まあそこはやっぱ全然違いますよね、日本と。ご飯かパンかみたいなやつが芋のなんですか、はい、この形状の違いみたいな。芋ですね、はい、そうなんですね、はい。よく食べるのはやっぱお肉とかお魚とかってあるんですか。あ、そうですね、まあでも日本食レストランが1時間ぐらい車でかけて結構みんなで行ってました。まあユーマとかと結構しょっちゅう行ってましたね。それまた違う、別のちょっと外れの町というかまた違う町。そうですね、まあちょっと自分の町はちょっと田舎の方なんで、うん、まあ都会の方行くと日本人レストランとかあるんで、だからそこに行ったりとかよくしてましたね、うん。あともう一枚いただいてます、こちら。なんか本当ヨーロッパっていうね感じの写真ですけど、これはグランパレスですね、なんか世界遺産。ああ、はいはい。で、まあ、これもユーマと行った時に、で結構鈴木選手といろいろ行動を共にしてるんですか。あ、そうっすね、あいつと結構、まあ、行ってみたら、まあ、あいつもすごい優しくて、うん、なんかいろいろ
一緒に行動を共にしてくれたんで、本当にありがたいなって感じです、うん。じゃあこれも撮影、鈴木優馬ですか。そうですね。これは、新都鳥伝の町。あ、これは、ブリュッセルっていう首都の、ベルギーの首都、はい、はい。はい。の、まあ、グランパルスって言って、なんか世界遺産のとこですね。広場みたいな感じで。まあ、じゃあちょっとドライブがてらっていう感じですか。そうですね。はい。まあ、普通に遊び行ってみたいな感じ。はい。有名なションベン小僧がいるとこだよね。そうですね。ああ、はい。そこは行ってないんですけどね。なんかもう、行ったら行ったら結構満足しちゃって、グランパルスに。うん、そこまではいいんだよね、あれ。あ、そうなんですか。うん。ブリュッセルまではどれぐらいなんですか。ブリュッセルは1時間ぐらいですね、車で。ああ、はい、はい。比較的、まあ、全然いける感じですね、うん。なるほど、なるほど、はい。はい。で、ちょっと長谷川選手の写真も見ていこうと思いますので、じゃあちょっとまず、これからいきましょうか。はい。なんかすごく陽気な感じの写真ですけど、これはちょっと説明いただいてもいいですか。これはなんかキックオフパーティーでしたね。本当に開幕する1週間前の週末に、チームメイトとあとスポンサーの人と集まって、まあ、パーティーですよね。まあ、日本みたいに壮行会みたいな感じで、あんまりある感じじゃないですけど、ふわーっと集まって始まって音楽が流れててみたいな、最後社長と監督だけ挨拶するんで、みんなこんな感じで、みんな選手たちも積極的に絡んでくれるんで、うん、はい。これ左足はこれ どうなってるんですかね。これちょっと。いや、多分僕は多分椅子に座ってるだけなんですよ。僕が。あ、座ってるんですね。あ、なるほど、はい、なるほど。音だ。はい。じゃあちょっと次行きましょうか。次が練習風景ですか。これは。そうですね。ちょうど契約した日にみんなに写真撮ってもらったんですけど。真ん中が一応日本人の選手もいるんですよね。はい、あ、そう。2人いたんですけど、1人いて、まあ、ほぼサッカー留学生みたいな感じなんですけど、まあ、1人は今今回コロナで帰っちゃって、もう1人いるんですけど、うん。さっきの写真でも、後ろにいらっしゃいました。そうですね。はい、このイラワラリーグっていうのは、結構そのビザ枠のプレイヤーを結構日本人にするのがすごい信頼があって、結構多いんですよ。10人以上いるんで。シドニー会話でそのサッカー選手で、セミプロのリーグでやってる選手は多分30人とかいるんじゃないですか。3、40人はいるって聞きますけどね。うんうん、ちなみに日本人選手は、まだ若い感じですか。ちょっと見た感じですか。大学休学してきてる子が1年ワーホリできてで参加してるとか、ああ、まあ、大学卒業して1年目とかの子がうちにはいるけど、もうそこから来て7年いるとか、おなんか結構長くいる選手もいるし、うん、そうですね。この他の選手たちも要はダブルワークしていて、まあ、おのおのちゃんとした自分の仕事を持っている中でやってるんですけど、そうなると結果的にエリゴの選手よりも稼いでしまうっていうこととかも起きちゃうっていう、あ、そうなんですね、こともあるらしいですね。はい。あ、なるほど。昇級と、うん、まあ、その、どっちが本職っていうのはちょっとあれですけど、普通に。そうですね。まあ、普通に、はい、本職、週5働いてる本職があるとか、うん、そういうこともあり得るらしくて、まあ、根本的にシドニー物価高いんで、うん、そういうのもあって、なんかいろいろとそういう違いもあって楽しんでますけど。なるほど。うん、チームの、ですか、この年齢層的なとこって どんな感じですか。僕は上から2番目だったけど、あとはみんなやっぱ25から20歳ぐらいの子が多いですね。うん。うん。まあ、大学上がりで、ちょっと社会人でみたいなイメージですかね、日本でいうところの。うん、そうですね。一応なんか、ユースとかなくて、アンダー20っていうのがあるんですよ。20歳以下はなんか、から20歳より上が、まあ一応トップみたいな切り方するんで、こっち。なんで、まあ20歳以上の選手が多いですね。まあ20代で大体占めてるって、まあ、そこら辺はあまり変わんないですね、はい、どこ、日本、うん。なるほど。これがちなみに練習場ですか、はい。そうですね。専用の練習場あって、一応なんか仮設のスタンドとかもあって、まあ、ここがホームスタジアムでやってるみたいなんですけど。ああ、はい。うん。あともう一枚、これも練習場でのお写真ですかね。そうですね。やっぱ、これは一応、その登録が完了した日に、チームの人がユニフォーム持ってきて写真撮ったんですけど、まあ、ローカルリーグで、まあ、なんていうんですかね。来た人いないんで、まあ留学生とかあったんですけど、
回じゃあ JFA とかから席を抜いて国際席証明書出してみたいな作業、はあ、結構初めてのことだったから時間がかかったんで、はい、僕だけ全然試合出れないみたいな、その前 の, あのシーズン前のカップ戦とか出てないみたいな感じだったんで、はい、まあそれで今記念に撮ってもらった感じですね。これがウーロンゴンオリンピックスのユニフォーム。そうですね、はい、オリンピックスプーマですね、うん、そうだね、プーマみたいなね。なんかあのまあやっぱカルチャー的にもそのギリシャ系のチームだからオリンピック、はい、うん、っていうことらしいですね。あ、そうなんですね、うん、はい、バックボーンっていうんですかね、はい。でちょっともうちょっとプライベート感あるこれはどこですか。ここはシドニーのフレッシュウォーターっていうビーチなんですけど、まあボンダイビーチとかね結構有名ですけど、うん、まあここはマンリーっていうビーチの元奥で、あのまあちょっと小さいんですけど、ローカルであのかあのデュークさん分かります、ハワイでいてサーフィンする銅像がある立ってるんですけど、はい、その銅像がそのまあそのハワイの人が初めて来て波乗ったところって言われるちょっとまあそういうポイントですね。うん、うん、これももう一枚いただいてるのも、うん、このビーチですかね。めっちゃいいっす、ね、これはウロンゴンのビーチですね。そうですね、ウロンゴンは結構ちっちゃい町なんですぐビーチとかにも出れて毎朝サンライズ見に行ったりとか、まあ、すごいいい生活ですね。まあ、シドニーになるとまあちょっとまたちゃんとシティになってビジネスも動いてる感じするし、30分ぐらい行けばビーチも出れるし、うん、すごいあの生活しやすいなっていうのはまだ3ヶ月だけど思ってますね。ベルギーの気候とかってどうですか。結構ねちょっと曇ってるみたいなイメージは持ちがちなんですけど。まあそうですね、基本曇りで冬はめっちゃ寒いし海ないし結構海とか好きなんでなんか本当羨ましいですね、その気候となんか自然的な要素が、うん、あったかいですよね基本オーストラリア。うん、そうだね、まあ今からちょっと冬になって寒くなってくるけど。あ、そうなんですか。まあ、うん、夏は、あ、夏っていうか8月は寒いから。へえ、まあでもどうなんだろうね、清水ぐらいじゃないかな、でも清水よりあったかいのかなはい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 、うん、ちなみに今長谷川選手のこのバーチャル背景もオーストラリアなんですよね。そうですね、ここその本当にこのビーチのサンライズですね、朝見に行ってたんで散歩して、めちゃめちゃ綺麗で、でね、住みやすそうですごく羨ましいですけど、というところですかね。写真はこれで以上となります。はい、ちょっと時間ももう残りあと10分ちょっとなので、ちょっとコメントを拾っていければなと思ってます。ちょっとお二人に何か聞きたいことなどあればちょっと僕が拾っていきますので、見てらっしゃる方ぜひコメントいただければと思ってます。コメントやっぱりね、静岡民はプーマに敏感できてますね松原選手確かにそうっすね、高校もプーマだし、だったし、はい、ジュビロもエスパもプーマ、そうですよね、確かに、うん、でちょっとコメントお待ちしてます。はい、あとね、松原選手これご存知かな、我々サッカーキングチャンネルいろんな番組やってるんですけど、チャンピオンズリーグがあった週の木曜日に、はい、まあ、振り返りみたいな番組やってまして、はい、で松原よしかさんが一応レギュラー解説者なんですよ、うちの番組の。あ、そうなんですかで、放送内容的には結構チャンピオンズリーグの試合振り返りとか展望とかなって、はい、あんまお話ししたことないですけど、はいはい、結構前室とかで王、はい、選手の話を結構聞いてたんで、ああそうなんですね、話できたみたいな気持ちはちょっと個人的に思ってますあ、そうなんですね。はい、ね、ウルグアイとか、それこそ松原選手なんか小学校の時なんかブラジルの大会に連れてってみたいな話とかもいろいろ聞いたことあるんですけど。そうですね、吉川さんにブラジル小学校6年生の時に連れてってもらって、まあサンパール FC っていうところの下部組織みたいなところで、でも1ヶ月ぐらいいたんですけど、はい、本当に相当でかかったですね、その経験は。あ、今でも生きてる、ね、うん、僕も実はブラジル行ってた経験ちょっとありまして、で、その吉川さんと結構南米トークじゃないですけど、はいはい、よくしてたので、はい、はい、いろいろ近況とか伺ってました、はいはい、実は。あ、そうなんですね。はい、まあ、でも、
あの人すごいですもんね。結構何カ国語も話せるっすもんね。そうですよね。スペイン語を中心に。そうです。結構、ゴディンにインタビューしてとか、そういう話が結構番組とか出てくるので、はいはい、カバーにとか、すごいなと思います。すごいなと思いますけど。はい。じゃあちょっとコメント。英語どうなんですか？はい。英語は全然わかんないけど、今学校行きで初めて、はい。うん、まあほぼ学校、まあちゃんと行こうと思ってるから、週5マックス行く学校通ってるんだけど。はいはいはい。まあちょっとずつかな。今こっち一緒に住んでる子もネイティブの日本人の子がいるから、教えてもらって。あ、そうなんですね。まあ、そうそうそう。めっちゃいいっすね。そう、それで、まああとは体当たり系で、まあ、あとはシェアハウスとか住んで、オージーとかと住んだりとか、まあ、チームメイトとかと、はい、まあ、俺は逆に全く日本語に触れない環境をちょっと一回作ろうかなって今思って。はいはいはい。いいっすね。まあ、選手日本人多いんで、まあ、プライベートで会うと思うけど。うん。うん。うん。まあ、俺もやっぱ今勉強中なんで。うん。ちょうどコメントが来た。はい。違う国の言語を覚えるって、ちょっと、こんな大変なんだって感じですよね。そうだよね。なんかでもそれこそなんか今、なんかみんな知ったかのように、言語化とかって言い出すじゃん。はいはいはい。本当に言語化って何なのみたいなところまではみんないけてない、なんかよくわかんないですけど。そうですね。そういうこととか、自分はいいと思ってるけど伝わってないこととかたくさんあって、はい。なんか第二カ国語をちょっと覚え、なんか勉強し始めると、うん、なんか母国語も伸びるんじゃないかなって最近すげえ思ってるっていうか。ああ、はいはいはい。うん。なんかそういうのはちょっと面白い。はい。なんかやってて面白くなってきたかなっていう感じはあるけど。うん、はいはいはい。この間タケがね。はい。なんか話しててそれを。はいはいはい。なんか英語ってさ。はい。なんか結論から言ってくじゃん。まあはい、そうですね。で、日本語って最後に持ってくじゃん。はい。だから、なんか、その外国の選手って、みたいな、はい。ゴールから逆算してプレーしてるみたいな話を竹がしだして。はいはいはい。だから、そのストーリー的、日本人の選手はちゃんとボールトラップしてとかから入るけど、はい。言語的にはもう外国の選手は、ゴールをあそこに打ってるから逆にこっちにドリブルしてみたいな感じでプレーしてるんじゃないかみたいなことを言い出して。はい、ああ。それはあるかもしれないですね。あるよね、多分。うん、あ、だから全然トラップが分からないけど、めちゃくちゃ面白いやつがいるもんね。うん。うん。確かにあるっすね、それは。うん。深いっすね、それ。そう、そういう意識の向け先のトレーニングをタケはしてるらしい、今。うん。なるほど。そう。面白いよ、最近そう面白いですよね、はい。選手たちもそういうの取り組んでて。うん。確かに。だからこのコーの、その1対1で抜かれなかったらいいっていう評価のされ方もあるけど、じゃあ、でも実際チャレンジ&カバーって言葉もあるし、ゾーンプレスって言葉もあって、うん、で、削るのがいいっていうのもあるし、球際もやっぱり強ければ強いほどいい、そこが左右するのはわかるけど、じゃあ指導者ってどうなんだろうっていう、海外に行ってきた選手全部その感想持って帰ってきてるけど、とか、うん、なんかいろいろそういうことがね、やっぱいろいろ自分のこととか、周りの選手たちがやってることを見てると、グラウンドに出て実際どうなのっていうのは結構感じるようになってきて、うんね、なんかそういうことも日本のサッカーが発展する一個の要因になるんじゃないかなっていうのは、うん、最近超思いますけどね。まあそういう考えから、まあそういう出るそういう答えもありますよね。そう、だからデュエルとかもすげえ大事だけど、うん、でも実際海外の人たち結構さ、ゾーンでしっかり守れたりとかしてるわけじゃん。どうなんか、その、うん、やっぱどっちも大事だから。で、日本人は、うん、のはどうなんだろうなって、一個のところにしかまだ取れてないのかなとか、うん。デュエルだったらデュエルばっかりを評価しがちになっちゃうんじゃないかなとか、点取るためにどこにボール運んでどうシュート打つっていうのを外国の人がなってるのに、俺らなんかインパクトだけに気を引かれてないかなとか、うん。なんかそういうのは結構なんか最近ここ数年超思っちゃってるかなっていう。すごい、うん、考えてるっす。うん。まあちょっとコメント来てるんですけど、逆にその海外に出て気づいた日本サッカーの強みは何ですかっていうコメントちょっと質問で来てるんですけど。
何かそこから何ですかその導き出せる、逆にここで日本はね優れてるとか戦っていくとか、そういうところって何か気づきとかってあったりしますか？どうすか、ゆうくん。うん、やっぱり勤勉に動けるし、サボらずできるし、まあその、1対1でじゃあでも日本の選手がアフリカの選手1対1勝てないんだったら2対1にするしかないなって俺はずっと思ってるんで、それゾーンプレスだったら1対1を2対1で取れるんで、守備範囲は広くなるようで、2箇所を1人で取れるとか、なんかそういうことはすごいできるんじゃないかなと思うし、なんかどこに立ってるのか、どこに走ったらいいのかっていうのとかまで考えれるようなのか、コートが見てるとすごいわかるけど、何回もできるんですよね、その上下動とか、同じプレーを何回も繰り返しできるとかっていうのは、まあ強みなんで、やっぱなんかそういうところから活かすのもいいなと思うし、こっち来て特に思うけど、セカンドボールとかみんなあんま気にしてないですよ、だから。こっちの選手はやっぱセカンドボールめっちゃ拾って、やっぱ自分たちのペースつかむけど、こっちそんなことあんま気にしてないみたいなとか、なんかそういうのは結構、まあ感じるかなっていう。なるほど。うん、まあ、確かに勤勉になんか言われたことをちゃんと理解しようとするっていうのは、まあ、うん、日本人の良さですよね、うん。そこからやっぱ監督の言われたことを。それだけしかできなく、そうそうそうね。そうですよね。なんか言われた、監督とかに言われたことを、なんか、うん、監督の要求とかもしっかり考えてやろうとするじゃないですか、うん、やっぱ例えばこうやって、うん、自分たち日本人が例えばシントトロイって、うん、やっぱやんないと試合出れないとかもあるし、うん、あっちの他の外人の人たちもなんか結構もうああもう無理みたいな感じになったらもう結構投げ捨てたりとかするじゃないですか、外人の気質っていうか、はい、まあそういう人ばっかりじゃないですけど、なんかそういう気質とかあるんで、そういう面に関しては日本人は、まあそれはちょっと武器ですよね。うん、なるほど、うん。だからなんかこれからはそのプラスアルファを出せる選手よね。なんかまあもともとそうなんだ。まあ本来そうであるべきなんだけど、言われたことだけやってたら無理だっていうのがまあみんな分かってきて。うん。だからその監督の意向分かってる中で、どうやって理解して自分の中でどうやって落とし込んでやっていくかっていうのは結構、まあ、ますます大事だから、なんか今みんな SNS とかでサッカーだけやってりゃいいわけじゃないとかなんかっていうようなことになってきてるんだけど、と思うんですけどね。で、実際、うん、じゃあなんでなのっていう、うん。うん。セカンドキャリアのためにサッカーやってるわけじゃないんで、やっぱり。うん、やっぱそういう知識を得ると、自分のプレーがもっとクリアになっていくことができるんじゃない。ためだったらそういう勉強するべきだし、体のことも詳しくなるべきだし、なんか言語を学ぶこととか、ビジネスやることで、サラリーの不安がなくなってもっとよりプレーできるんだったらやるべきだなっていうふうに、うん、まあ、感じるっていうか、うん、まあでも俺が思うのはすごい発信して自分の考えとかなんかみんな最近言ってるじゃないですか、うん、それはすごいそれぞれの考えがあるし、それをいいとか悪いとかじゃなくてなんか発信して、うん、まあそれはそれ全然いいなっていうか、まあそれが自分、そういうのを考えてることが、なんか、プレーにつながればいいですけどね。うん。なんかまあ、アウトプットすることによって結構頭の中も整理されてくるだろうし、はい、ぼちぼちみんな違くてもいいんだよっていうのに、サッカー界はなってるような感じもしていいかなと思うけど。うん。確かに。うん。やっぱ何か一個のことをやり続けてることとかってめちゃくちゃ評価されるじゃないですか、日本とかっていうのは、うん、でもそれじゃできなくても自分の向いてることとからしさを見つけることもすごいいいと思うんで、どっちも失敗ではないというか、うん、そういうのは外国に来てもすごい思いますよ。履歴書の数とかやばいっすよ、職歴とか。あ、日本だったら仕事続かないやつって評価されるのに、うん、こいつらもう何も思ってないっすね。むしろいろんなことに経験してるねみたいな感じです。なるほど、なるほど。それの捉え方の差っていうのは、やっぱり海外出てやっぱ気づくことっていうのは非常に多いですね。うん。うん。そうですね。まあ、もうそうあるべきだと思って、うん、私そっちの方が過ごしやすいなと思って、こっちに来てる節もありますけどね、うんうんうん、僕の場合は。なるほど、なるほど。はい。長谷川選手、いい指導者になりそうってコメント来てます。まあ、今のね、その逆算してっていう話もありましたけど、ね、ちょっと僕も本当勉強になりました。
あとちょっとどこの職業でもやっぱ上を目指さないと、はい、上って向上心持ってやらないとやっぱいけないんじゃないかなっていう。日本人は社会人になってからの学びのなんか率がすごい低いんだっていうデータが出てるって聞いたんで、うん、なんでまあそういうの僕も選手だったらずっと毎日上手くなるために練習してるけど、違う仕事になってもそういうのやめたらいけないなって最近すごい思ってる感じですね、うん、なるほど。それは全て共通してるっすよ。そうだからサッカー選手だからとかって言われなくてもみんな本質的にはそうだなっていうのを最近すごい感じるから、だからまあサッカー以外のことも全部つながってんじゃないのかなっていうのは、うん、うん、サッカーが進化しまくってるし、うん、社会も進化しまくってて、こっちなんてもうあれですよ、全員ノート書かないですよ、子供たち全員パソコン1個で授業してます。あ、学校とか学校も、はい、ロックダウンしたら次の日から全員一気にオンラインに切り替えてました、うん、その辺の環境とかも全部整ってるというか、まあ、整ってるというか、まあそういう、はい、その抵抗がないですね、みんな、うん、なるほど、なるほど、変わることに、はい。ちょっとコメントで質問がちょっといくつか来てるので、ちょっと時間も、はい、すみません、もう10時過ぎてしまったんですが、ちょっと2、3個拾っていければと思ってるんですけど、ちょっとね、2個ぐらい来てたのが、はい、長谷川選手、あの、ミッチェル・デューク選手と、あの、何話してたんですかとか、うん、あの、インスタグラムですかね。昨日、おとといぐらい上げてらっしゃいましたけど。昨日会いましたね、デュークに。はい。スーパースターなんじゃないですか、オーストラリアで。デュークをシドニー・ワンダラーズでもやっぱ、ビッグスターらしい。ビッグスターですよね。うん、だって代表でも、代表にも入ってるもんね。最近入ってないんじゃない？でも、わかんないけど。まあでも、相変わらずだったよ。相変わらずですか、うん、相変わらずだったよ。うん、相変わらずハッピーな感じだった。明るいですね、デューク選手、うん。それがいいとこっすもんね。うん。本当にいいマインドだと思う、オーストラリア、うん。オーストラリアのスラングで、ノーウォーリーズっていうスラングがあるんですよ。まあ、ドントウォーリーみたいな感じですけど。はいはい。うん、もうだ何でもノーウォーリーズ。あ、大丈夫みたいな感じです、みんな。まあそういうマインドがやっぱちょっとね、あるんでしょうかね。はい。あと、コメントで来ているのは、で、松原選手、あの、エスパルス時代は、まあその、ヨーヨー、あの、はいはい、ヨゲドのやつ、うん、ナンバーワンだったと思うんですが、シントトロイデンではどうですか、そのフィジカル的なとこはどうですかみたいなの来てますけど。いや、そう、わかんないですね。そういうテストをもうやってないし。まあだけど、基本、みんな走れるっすね。うん。そこに関してはなんかもう上には上がいるっていうか、まあただエスパルスで1位だっただけなんで、そこら。はい、まあシントトロイデンとか、他のクラブ行ったら多分全然上はいるし。でも、まあシントトロイデンの中でも、まあみんな見た感じだと、まあ、ある方だとは思いますね、自分は。うん、なるほど。はい。はい、で、じゃちょっとすみません、10時過ぎてしまっているので、来シーズンの目標は何ですかというコメントも来ているので、ちょっとお二人から最後に来シーズンの目標をお願いいたします。長谷川選手は今シーズンなのかな、はい、これからっていう。はい、そうですね、まずはしっかり自分のプレーをやっぱインパクトとして残すことじゃないですかね、うん、今年は。まあ今年は自分の中でもなんていうんですかね、サッカーもそうだし違うことにもトライしに来てるから、とにかく種まきの作業だなと思ってて、そういう意味ではプレーもそうだし、私生活もそうだし、まあ英語とかにもそうだし、いろいろ種まいていって、いつか咲くことが、どれかが咲くんじゃないかなって思って、毎日やってみようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。で、松原選手、まあちょっとね、不完全燃焼で今シーズンちょっと終わってしまった形になりましたけど、また来シーズン以降の目標をお願いいたします。まあ僕は新シーズン始まったら本当レギュラーまずは取ってアピールして、でまあそこからはできるだけ早くステップアップしてもっといいビッグクラブに行けれるように、まあそれが目的なんで、それしか考えてないんで、やっていくことですね俺は。はい、また来シーズンの活躍をお祈りしております。はい、でちょっと告知をさせてください。すみません、少々お待ちくださいね。ですね、まず一つ目こっちですかね。今画像が出ましたかね。はい、あのシントトロイデンの LINE スタンプっていうのがあります、はい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 、
4月の14日、まあ、もうすでに発売中ということで、まあ、シントトレネ検索したら出ると思いますので、はい、これは日本人選手だけではなく世界、まあ、シントトレネ所属選手がスタブになっていると。これ持ってますか、松原選手？ちなみに僕ですか？持ってないです、はい、正直に言いますけど、ぜひこれシュミット選手かな、この任せろっていうのとね、で、こういうのは松原選手ですよね。はい、はいはい、これぜひ皆さん、皆さん買ってください。ちょっと僕も買います。っていうのが一つで、あと告知ですので、もう一つが、長谷川選手いろいろ今、まあ、オンラインで、うん、いろんな活動されてらっしゃるということで。そうですね、なんかまあ要はここに至るまでの決断とかっていうの中で結構ここ、まあ、清水の時から始めたんですけど、まあ、怪我も多かったこともあって、まあ、体とか食事とかもそうだし、まあ、メンタルとかもトレーニングしてみたりとか、まあ、いろんなことやってみてて、まあ、でも結局どれも、どれも大事だったみたいな感じもあって、まあ、でも試合だったりとか、まあ、まあなんか試合出てる出ない、勝ってる勝ってないとかもあるし、まあ自分の状況もそうだし、家族との状態とか、まあみんないろいろあると思うんですね、仕事とかでも。でも結局できることって自分のことなんか整えていくことしかできないなと思って、でもさっき甲が言ってたけど、まあ、みんな違うっていう、だから自分の中でこれがいいっていうものをやっぱ自分で探さなきゃいけないなと思ってて、なんでもうまあ、まずはトークショーを始めたんですけど、その選手と2人で呼んで、まあそのズームを使うことによってこうやり取りできるんで、インスタライブとかで答えるよりももっとこの人が内側からなんか拾ってくれないかなっていうことができるっていうか、まあ自分はこういうのだったよって伝えれることで、なんかみんななんか引き出し1個増やしてくれるようなことに選手はできるんじゃないかなと思ってこのチャンネル作ってて、でまあズームでトークショーを形式で質問答えながらやるのと、あと毎週日曜日の日本時間の10時からワンコインでヨガをみんなでやろうと思って、ヨガやりたいっていう選手もめちゃくちゃ多かったんで、教えてとかって言われたんで、じゃあまあみんな家にいるしオンラインで、まあ僕が教えるよりもちゃんと先生一人呼んでやってみようっていうのと、まあサポーター皆さんたちにも結構ヨガのこと聞かれるんで、なんかそのヨガもうまあ僕の中ではすごいいいものだったんで、まあ入り口作りにはすごいいいオンラインでできるなと思って、先週とかも80人ぐらい集まってくれてやってたんで、おー、すごいですね。まあ見るだけの人もいるし、一緒にやってくれる人もいるし、選手たちもみんな一緒にやって楽しくやってるんで、なんかまあもし皆さんもそういう興味がある選手とかもですし、ヨガやってみてもいいし、なんかちょっと悩み相談みたいなのとか、はい、まあ小学校のチーム一つともやってみたんですよ、親御さんと一緒に。おー、はいはい。なんかそういうのとかもすげえ面白くて、実はお母さんの方が結構、ああ、もしかしたらただ押し付けてただけかもとか、うん、なんかそういうこととか、なんかいろいろ起きて面白かったんで、まあちょっとまだ始まったばっかりなんで、全然認知されてなくて、ちょっと継続的にやっていきたいんで、もしよかったら、本当にフリーキックの蹴り方を教えてくださいという子供とかもいれば、まあ仕事でこういう組織の中でどうなんですっていう人もいるし、うん、はい、本当に、ネットフリックスを子供を辞めさせられないみたいな。どうしたらいいんですか、サッカーやりたいのにこんなゲームばっかりやってていいんですかとか。結構多岐にわたるんですね。はい。いろいろあって、選手によっていろいろ答えがあって面白いなと思ってるんで、うん。選手たちも、ここでそういう人たちと話すことによって、ああ、実際あんまり分かってないなっていうことがあったりとか、頭の中整理されたりとか、それこそ竹がね、この間そういう、そのストーリーを作りながらプレイしてるかしてないかみたいな話をやってくれたんですけど、はい、そういうマニアックな話もできるんで、なんかぜひ興味あったら参加してもらいたいなと思います。でこれ次回は今週のまた日曜日っていう、今週の、まあ、日曜日にヨガがあって、もうあと今週はもう一回まだ日にちが決まってないんですけど、今回は僕が一人でやろうかなと思ってて、はい、はい、結構何回かゲスト呼んでやってきたんで、まあ、僕一人の回もちょっとそろそろやってみようかなと思ってて。なるほど、なるほど。はい。なんで、まあ、あと、インスタグラムとか、ツイッター、フェイスブックとか、あと、このページピーティクスっていうアプリを使ってるんで、はい、これをまあ、とりあえず登録してフォローしてもらえると、まあ、その都度その都度フォロー、アップされると通知が来るような感じになってるんで、うん、もしよかったらフォローしてもらえると嬉しいです。
今コメント内リンクを出してますので、ぜひ長谷川選手、はい、こちらチェックしていただければと思います。はい、はい、ということでね、あのためになる話がたくさん聞けて面白かったですというコメントも来ておりますが、1時間お付き合いいただきありがとうございました。またぜひ何かのタイミングがね合えばまたお話伺わせていただければと思っております。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、でまた番組は明日21時からとなりますので、また引き続きご視聴いただければと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。はい、それではありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。